こんにちは、猫谷です。植物の力で毎日をもっと楽しく愉快に。今日はゼロから始めるコチョウランということで、コチョウランの魅力、それとコチョウランを育ててみたいけどなんだか難しそうと誤解されている方のために、私もそう思っていたので、私が誤解していたこと、そうじゃないよっていうことをね、お話ししていきたいと思います。はい、コチョウランといえばお花の女王、とっても高級なお花というイメージがありますよね。でも実は一番丈夫なんじゃないかな、一番育てやすいんじゃないかなって私は思ってるんですね。で、本当にお花の女王と呼ばれているのはカトレアらしいんですけどね。で、カトレアもミニカトレアがここにあって、もうね、今にもお花を咲かせようとつぼみが膨らんできているんですけど、もうあとちょっとですね。はい、でコチョウランの魅力は何といってもお花、お花がねすごく立派な豪華な、なんていうんですかね、あの上品な高貴なイメージのお花を咲かせてくれるんですけど、だからね、本当はお花が咲いてからねこの動画撮るとよかったんですけど、ちょっとアイデアが温かいうちに撮っています。またお花が咲いたらね動画にするので楽しみにしていてくださいね。とってもね高級な高貴な、気高いお花を咲かせてくれるんですけど、そしてその上、一旦お花が咲いたら2ヶ月ぐらいずっと咲き続けてくれるんですね。2ヶ月は言い過ぎかな。でもこう一つずつ開いていって、咲き始めてから2ヶ月は去年ね、私の場合は楽しめましたね。っていうのが最大の魅力なんじゃないかなと思います。はい、では、ゆりかは今日はね邪魔してますね。コチョウランに対する誤解、私も、コチョウランなんてね、私がコチョウランをまさか育てれるようになるなんてもう一昔前は全く思っていませんでした。っていうのは、ランといえば、育てるのがとっても難しそう、そして、なんだか温室、まずは温室がないと育てられないと思ってたんですね。で、温室が必要、そしてお金がとてもかかる、お金のかかる植物、そして育てるのが難しそう、だから私には縁のない、お花屋さんで見たり、お祝いでねもらったりするかもしれないけど、まさか自分で買って育てるなんて思っていませんでした。で、それは全部ね誤解で、これからですね、説明するんですけど、私のコチョウランとの出会いは、スーパーに行って、そのヘルパーさんとね、私は目が不自由なのでヘルパーさんとお花屋さんに行くんですけど、でヘルパーさんがね、お花屋さんに、あ、猫谷さん、あのコチョウランが見切り品が300円でありますよって言われて、へえと思って、お花が1個だけ咲いてたかな、このコチョウランですね、このねバクチップに割ってるコチョウラン、でも、いやー、コチョウランなんて私育てられないって、無理無理って言ったんですよ、難しそうって。そしたらそのヘルパーさんがね、いやいや、そんなことないです、コチョウラン丈夫ですからっておすすめしてくれて、で買ったんですね。でそのヘルパーさんがいろいろ教えてくれてというか、なんか相談しながら育てたんですけど、まずその温室が必要だと思っていたんですけど、特に温室はなくても育てられます。でコチョウランはランの中では寒さに強い、いろんなねデンファレとか、いろんな、デンドロビウムとか、いろんなランが、私も詳しくないんですけどあるんですけど、中にはね、温室、そしてなんか温度調整、なんかこうヒーターとか入れてね育てないといけないランもあるんじゃないかなと思うんですけど、コチョウランはランの中では、結構寒さに割と強い方なので、人間が暮らせる、くらいの温度、10度以下にはしない方がいいっていうことだったんですけど、結構ね、私縁側に置いて、今んとこね、まだちょっとこれは自信がないんですけどね、5度ぐらいまでなら大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、でだからその九州とかだったら温室なくても全然大丈夫なんですけど、例えばもし北海道とかね、とっても寒い地域にお住まいの方でも、人間がね暮らしてるお部屋、暖房つけますよね、そこに置いとけば、夜とかは暖房切ったりするかもしれないけど、そんなにね凍るような寒さにはならないと思うので、なんかそれぐらいの寒さには耐えてくれます。だから人間と同じ部屋に置いとけば大丈夫、
でも、まあ、その時はね、暖房の風が直接当たらないようにとか、まあ、ちょっとした注意点はあるんですけどねはい、すいません。なのでまず一つ目、音質が、まあ、特に必要なしということと、次にお金がかかりそう、うん、お金がかかりそうっていうのは、そうですね、私も母の日とかに、もう自分のためでもあるんですけど、胡蝶蘭もいいかなと思ってお花屋さんとかホームセンターで見たら、やっぱりね、お花がすごく立派に咲いてる胡蝶蘭はね、やっぱり4000円5000円6000円ぐらいとかしますね、うん、なのでお祝いのプレゼントとかにはいいと思うんですけど、自分が買って育てるってなった時に、そういう胡蝶蘭はちょっとね手が出ない。そしてね、やっぱり、うん、まあ、丈夫とはいえね、私もそうなんですけど、やっぱりすごいプレッシャーになると思うんですね、そういういきなり何千もする胡蝶蘭を買ってしまったら、うん、なので、私の場合はそういう見切り品の300円とか100円の胡蝶蘭もあって、これ、うん、一番、左上の胡蝶蘭はなんと100円だったんですね。なのでそういう胡蝶蘭を見つけて、育ててみるといいんじゃないかなと思います。もしね、失敗しちゃっても、まあ、植物育てててどうしてもね枯らしてしまうことはあると思うんですね、うん、だからそういう時の心のダメージが少ないためと、なんていうかな、枯らしちゃいけないって思うのがまたねストレスになったら元も子もないので、私の場合はね、そういう見切り品を買って気楽に楽しんでます。もちろんお金にね余裕のある方とか、お花を楽しみたい方、どんなお花が咲くのか見てから買いたいっていう方は、そういうお花のついた胡蝶蘭を買うのもねとてもいいことだと思います。私の場合はね、見て、そのあまり見てお花を楽しむというより、こう育ててお花を咲かせるそのプロセスがを楽しんでる感じですね。お花あんまり見えないのでですね、はい、次は育てるのが難しそうですね、うん、育てるのが難しそうっていうのも、そんなことないです、うん、なんか本当に丈夫、うん、で私もいろいろ観葉植物から始まって、お花とか、多肉植物と胡蝶蘭を一緒に育て始めたんですけどね、胡蝶蘭がね、なんか一番育て安いというか丈夫なんじゃないかな。そして日本の気候に合ってる、うん、日本の環境にもとても馴染んでくれる植物なんじゃないかなと思います。はい、なので育て方なんかはこれからまたね動画に、していこうと思います。はい、ということで今日は、胡蝶蘭の対する誤解についてちょっとお話ししたんですけど、そこで思ったんですけど、まあ、言ってみれば胡蝶蘭を育てるっていうのは憧れのスター、例えば福山雅治さんとかがねうちに来てくれて自分のそばにいてくれる、そして、1年に1回私のためだけに歌を歌ってくれる、お花を咲かせてくれる、 そんな感じなんじゃないかなと思って、それが私楽しいんじゃないかなと思ってます。ここでちょっとね福山さんの真似をしてみようかなと思ったんですけど、息子に聞かせたらそれはやめた方がいいって、登録者さんが減るからって言われたのでやめときます。また機会があったら、やってみようと思います。はい、ではまた胡蝶蘭を育てたことがない方のために、初心者の私が適当に育ててる代表の私が、いろんなことをまた動画にしていこうと思うので、よかったらチャンネル登録、高評価してもらえると嬉しいです。そして私の胡蝶蘭たち、これからお花を咲かせてくれると思うので、一緒に見守っていただけたら嬉しいです。では皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。